バウアー、阪神にオールスターファン投票では勝てないので試合では勝ちたかった。登板8試合目で初めて被弾なしノーホームランと英語で上機嫌のバウアーは阪神ナインに負けたくない理由があった。救援ファン投票で自らを宣伝するなど呼びかけを続けてきたが、中元発表の最終回でも3位、阪神勢がジャックしている状況になかなか阪神の選手にファン投票で勝つのは難しい、グラウンド上では勝ちたいと笑顔で闘志を燃やしていた。出退なら成績残せばええやん、残せてないからうちの選手に負けるんやろ、興行やし監督推薦で出れるやろ。記事の最後の文節とかいかにもデイリーって定例文やな。オールスターチーム相手に QS はようやっとる。メジャーのオールスターはファン投票が絶対的やから、それを意識するのはわかる。ただの人気投票にそんな燃えてたんか。先発って上位1人しか出れないんだっけ。結構厳しいよな。最後の勢い見たらバウアー逆転してそう。すまんバウアーは知らんやろうけど、日本のオールスターはメジャーと違ってお遊びなんや。1年しかおらんのやろう。出られるもんは出たいんやろな。アメリカで人気ならそれでよかったのに。ご視聴ありがとうございました。